天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫吾は降伏か降戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は我領と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。神秘、そしてその娘神剣英雄、よくぞ決戦の前に駆けつけてくれた。お主たち親子のおかげで紀州は落ち着いたようだな。神剣英、袁紹と袁譚の配下神秘の娘である。袁家が滅ぶと父と共に曹操に仕え紀州の混乱を鎮めた。今彼女の主君曹操は袁紹を倒した勢いに乗って南下、降伏を拒んだ孫権を倒すため赤壁に進軍した。この一戦にて天下を平定しようとしたのである。神剣英と神秘もまた決戦に加わるため曹操と合流した。父上、曹操殿がお見えですわ。暗い顔もそれぐらいになさってください。うむ、曹操殿、わしは一族も救えずのこのこと生き残ってしまった。袁氏の人質となったお主の兄の家族が気の毒なことをした。だがお主らが来てくれなければ家屋平定にはもっと時間がかかったであろう。父上、曹操殿にお気を使わせてどうするのです。幼衆を要する孫権を下せば早々に曹操殿の天下になります。笑いの絶えない世にするため真剣へ真剣ですわ。うん、ああ曹操殿、これは皆まで言わんでもいい。塞ぎ込んで下を向いても光は見えませんわ。笑顔で過ごす時間こそが大切なのです。お主は良い娘に恵まれたな。親子ともども頼りにしておるぞ。間もなく孫権との決戦が始まる。懸念がある者は遠慮なく述べよ。水軍の質をもう少し上げたい。実戦を経験させたいところだが時間が足りんな。近辺に水族が出没していると聞きます。戦の触りとならないよう打ち払うべきかと。慣れない水軍の調練に体調を崩す兵も多い。医者が足りていないことが気がかりだ。懸念といえば孫権陣営を探っていた偵察部隊も未だ戻らんな。それは敵に捕まってしまったのでは。敵には知略に長けた周瑜と諸葛亮がいます。すでにこちらの陣営に対し何か仕掛けている可能性もあるでしょう。例えば流言、あるいは偽の情報、それらを考慮に入れ真実を見極める必要があるでしょう。うん、皆の意見は分かった。我らは今他の情勢に背を向けて遠征している。
こうして孫権と対峙している間にも領州の馬頭などは力を増しておろう。天下平定までの敵は孫権と劉備だけではない。もはやこれ以上時をかけてもおれん。皆速やかに己の懸念を払拭し決戦に備えるのだ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。ようこそ、いらっしゃいまし。
今後ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。そう、いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。この辺に薬をくれ。おいら水軍の訓練を任す続討伐がいいか。船酔いに効く薬が欲しいんですね。ではこれを持って行ってください。
くなけりゃ金目のものを置いてきな。船酔いに効く薬を届けてくださるとは恐縮です。待ちな、船酔いを治したいんだって？だったら薬よりもいい方法があるよ。船をみんなつなぎちまうのさ。そうすれば揺れないしよ。なるほど、それはいいことを聞きました。早速みんなに伝えて船をつないでみます。言ったようです。困難ではありませんわ。ああいいね、その調子で頑張んな。これで決戦の準備は整ったか。賊の討伐はなったな。決戦の邪魔をされずに済むだろう。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。
ならば将兵を休息させよう。決戦に向けて英気を養わねばな。皆の働きにより決戦の準備は整った。来たる大戦に備えしばし休息し英気を養うのだ。仕方ないとはいえ嫌な陣形だ。はい、この陣は体裁だけと言っている。もっと時があれば船にもいろいろと仕掛けを施せたんだが残念だ。準備不足に練度不足、それでも水陸合わせた戦力はこちらが圧倒的。ならば敵はどう仕掛けてくるだろう。水上で仕掛けてくる可能性は低いと思います。あくまで低いという程度です。そう言いつつ気にかかることがあるような口ぶりだ。何か懸念があるなら殿に申し上げてみたらどうだい。いえ、懸念というほどではただの不安かもしれません。風が強いな。先ほど二滝の火が煽られて危うく火事になりかけた陣があった。そういえば孫権は我らの風下に布陣しているが火警を仕掛けたりはしないのか。ここが水上でなければそれも手でした。ですが孫吾の水軍は散開しています。さほどの効果は望めないでしょうね。そうか、向こうは練度も高いというしな。そう簡単にはいかないか。それより殿が皆を呼んでいる。二人とも来てくれ。承知しました。行こうか淳雄殿。この時期長江の風は北西から南東へ流れる。今夜は特に風が強い。迅速に敵陣にたどり着けるであろう。時はまさに今。これより一気に長江を渡り孫権劉備を討つ。水上の不利は兵数と知勇で乗り越えよう。いざこの戦に勝利し天下を制さん。この西北の風に乗り敵を撃つ。劉備と孫権に引導を渡すのだ。伝令、敵軍師諸葛亮に怪しい動きあり。一刻も早く撃破された方がよろしいかと。
この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。曹操軍に長江を渡らせてはならん。孫吾の将兵よ、鉄壁の構えを取れ。妙ですね。孫家の姿が見当たりません。対岸へ渡り様子を伺うべきか。周公金が相手となろう。覚悟。行きますわ。時は十分に稼ぐ。兵はすでになれる。そうですよ。役所、討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。よくやった。その働き、覚えておく。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えること、心より嬉しく思います。将軍、あまり出過ぎませんか。曹操軍の勢いは侮れませんぞ。心配しないよ、玄徳様。私にだってみんなを守る力はあるわ。急用機、孫将校が相手よ。お上手ね。いい
感じですわよ。敵の諸葛亮って軍師すごいんだって。この戦でも何か策があるらしいぞ。怖いな。できればここでじっとしていたんよ。来たか曹操軍。さあ本陣はここだぞ。小さいお持ちですね。共に戦えることを心より嬉しく思います。
さぶるよ。敵が風飛ぶようじゃ。おい、あのホウトウ先生ってすごいな。船の上を歩いても酔わねえぞ。これなら存分に戦えるな。まったくホウトウ先生様様だ。調子で行けよ。左右しうる。私たちで守るぞ。風がすでに変わっていることを。
今だ。曹操軍に火を放て。敵船を全て燃やし尽くすのだ。戻って策の練り直しだ。敵将討ち取りましたわ。船が燃えてる。どんどん広がっていくぞ。バカだ。一時風向きが変わっただけでこのような策を打てるはずが。これまでの動き全てこの炎を描く布石であったか。まさか。では敵はこの風を確信して家計を企んでいたと。周囲、いや諸葛亮か。この炎、痛恨よな。こちらの裏をかくなんて敵には相当な知恵者がいたのですね。ですが下を向くわけにはいきませんわ。最前線で前線して事態を打開しましょう。味方と連絡が取れません。曹操様の安否も不明です。一体このままでは陣形を崩され長江の木図となってしまいますわ。昭陽と常陽まで引きましょう。曹操殿が退いていらっしゃればそこで合流できるはずです。窮地にあってこそ落ち着かねばならない。完全に仲間を擁護し包囲を打ち破らん。殿のお姿を見るのは気がかりだ。今は無事であられると信じるわけない。船に火が。敵はこれを狙っていたのか。なあ、諸葛亮の策ってこれだけなのか。もしかしてまだ何か企んでるんじゃ。郊外殿の降伏全然怪しまれなかったみたいだな。おかげで家計は大成功。曹操軍らかなり慌ててるみたいだ。
この地は、私がいただきましたわ。調子だよ。